皆さんこんにちは、瀬中真です。改めまして YouTube 登録者さん10万人達成ということで、いつも応援いただきありがとうございます。なんと YouTube さんから銀の盾が届いたので、一緒に開封していきたいと思います。イエーイ。申請してからちょっと時間が経っちゃって、待ちきれなかったんですよねで、お家に届いてから一回開けました。はい、正直に言います、開けましたなので私はね、見てしまったんですけど、みんなにももう本当にこれは私とみんなとで一緒に手に入れた銀の盾なんで、みんなにも見てほしいなと思って、今から一緒に開封したいと思います。ちょっとファーストリアクションではないんですけど、改めてね、銀の盾を初めて見る気持ちで一緒に開けていきたいと思います。じゃん、こんな感じの黒い箱に入ってきました。ちょっとこっち住所とか載ってるんで見せれないんですけど、 YouTube ってロゴが入ってて、すごくない？もうなんかそれが来ただけでね、めっちゃ感動したじゃあ開けます。じゃん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 。中こんな、まだ見えないねまだ見えないんですけど、こんな感じです。で、スポンジをどかすと、じゃらーん、わー、 YouTube さんからのメッセージが入っております。ちょっとこれもね、すでに読ませていただきました、ありがとうございます嬉しいじゃあ早速中身出していきます。それではいきますよ、せーの、じゃーん、嬉しい瀬中真チャンネルって名前が入っております。もう本当にみんなのおかげです、いつもありがとうございます。自分の目でこうやってなんかチャンネルの名前が入った盾を見ることができて本当に嬉しいです。これはお家に飾らせていただきたいと思います。はい、ということで銀の盾はちょっとね、守り神に守っていただきながらちょっとお話をしたいなと思います。まず10万人達成したということで、実のお話をさせていただくと、今年以内、2023年内の間に10万人、登録者さん10万人っていうのが目標だったんです。なので、正直ちょっとこう想像してたよりは、かなり早いスピードで登録者さんが、この数ヶ月間ですね、主に数ヶ月でぐんと増えてくださって、ちょっとびっくりしているところもあるのが正直な気持ちです。もちろん自分が楽しいからゲーム好きをしているっていうのもあるんですけど、やっぱり一番はみんなと一緒にゲームの楽しいっていう気持ちを共有したいっていうのが大きいので、それがこう多くの人に伝わって、ちょっとでも何かプラスになることがあればいいなと思って続けてきたんですけど、やっぱりそこは今も全然変わってなくて、これからもゲームが楽しい、ゲームの世界は素晴らしいっていうところをみんなと一緒に楽しみながら歩んでいけたらいいなって思ってます。結構配信内とかでお話ししたりもするんですけど、あくまでもやっぱり10万っていう数字は確かに目標としてやってきて、すごく嬉しい気持ちでいっぱいなんですけど、あくまでも一つの指標っていうところであって、一番大事なのは制作物の中身であったり、どういうものを届けたいのか、どういうことをしたいのかとか、正直やっぱり中身の方が大事かなと改めて10万人到達して本当に思ったところなので、これからはチャンネルを大きくすることによってみんなと一緒に楽しめることとかできることっていうのをどんどんもっと増やしていきたいなって思っております。ここまでいろいろお話はしたんですが、伝えたいことはいつも本当にありがとうございますっていう、心からの感謝の気持ちと、これからも一緒にゲームを楽しんでいけたらいいなっていう気持ちなので、よかったらこれからも一緒にゲームの世界を楽しんでもらえると嬉しいです。動画や配信、あとは SNS などを通じていろんな方と出会えたことに本当に本当に感謝してます。これからも楽しいこととか面白いこととかやりたいなっていうことをどんどん挑戦していこうと思っているので、一緒についてきてくれると嬉しいです。それでは長くなりましたが、私瀬中真はいつも皆さんからの言葉に本当に本当にパワーをいただいております。いつもありがとう。同じように私もみんなのことを心の中からいつも応援しているので、一緒に頑張っていけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。